こんにちは、トゥッティトゥーモニターハポテです。ということで、ね、今日のね0時00分にねクラップクラップのニナミーヒリマのねマンネラインのまあ新しいアナザーカットが出たんですけども、今日はこちらです。20ライブウィズユー2022ライトイットアップローソンチケットにてチケット先行受付&一般発売決定、詳細は特設サイトをチェックということで、20全国ツアーのね一般発売が決定しました。おめでとうございます。まあさすがにあるだろうとはね思っていたと思うんですけど、まあその20のファンクラブ20にね入ってない方々はずっとねこのアナウンスがなかったので、本当にこれあるのか、ファンクラブだけなのか、一般販売ありますよねってずっと思ってたと思うんです。それがねついに決まったということで、ちょっとねその詳細を見ていきましょう。あと見ていく前に、あのついにねこのチャンネル20好き集まる22がですね登録者1万人突破いたしました。ありがとうございます。でね、これ1万人いったのでね、かねてから、ちょくちょく告知しておりました。プレゼント企画、こちらを行います。で、あとね、質問コーナーとかね、質問を募集してね、質問コーナーとかもやろうかなと思ってるし、あと1万人突破記念ライブもね、もう本当に今日か明日か明後日かし明後日かその次かその次ぐらいにはやりたいと思ってるので、それもね、ちょっと楽しみにしてもらえたらなと思います。でそれぞれまあ動画にするんですけども、特に質問コーナーかなとか、まあもろもろのね説明とかね告知とかをツイッターでやるかもしれないので、ぜひツイッターのね概要欄にあるかな、ツイッターにある22ってやつをねぜひフォローしてもらって、その告知とかをまあ逃さないようにしてもらえたら嬉しいなと思います。ということでね、本当に1万人の方々、まあ今はもうね1万11人なんですけども、チャンネル登録本当にありがとうございます。今後もね一緒に20を応援できたらなと思います。はい、ということで、まあ、チケットの話に戻るんですけども、まあ、この3つがね、ダブル会員、ウィジュー、ウィジューモバイルって感じで、もうね、ダブル会員とウィジュー先行受付が終わって、次がね、まあ、6月17日からウィジューモバイル先行受付なんですけども、今まではこれだけだったんですよ。で、今追加されたのがこの下の4つですね。まあ、今この3つが、ローソン先行受付みたいな感じで、まず一番上がローソン L アンコール先行受付ということで、これが6月24日から6月26日と、ウィジューモバイル先行受付が終わった後の先行ですね。で、ローソン L アンコールって何ってないじゃないですか。ローソン L アンコールなんて僕も聞いたことなかったんですけど、これはまあコンサートとか野球とか演劇とか、まあいろいろこうチケットがあるじゃないですか。そのチケットのなんか全般的に先行受付が取れるみたいなやつが、年会費1650円税込み。で、今入れるんですよね。まあ、年会費1600円ってことは、まあ本当に月100円ちょいなので、なんかこういうアイドルとかのイベントだけ行くってなったら、もちろんそのアイドルのファンクラブ入った方がいいと思うんですけど、なんかもうめちゃくちゃ幅広くね、アイドルも好きだし、野球も好きだし、なんかいろんなコンサートとかね、アーティストのこととか行くよって方、なんか広く浅くって感じなのかな。そういう方はこっちの方がもしかしたらお得なのかもしれませんね。っていう方の L アンコール受付が6月24日から6月26日まであると。で、次がローソンプレイリクエスト先行受付とローソンプレイリクエスト二次先行受付の2つなんですけど、まあこれは条件は同じで普通に2回に分かれてるって感じなのかな。1個目が6月25から6月29まで。で、これはローソンチケットの会員登録無料をされてる方。まあ、なので、これはあれなのかな？ W 会員とか VJU とか VJU モバイルに入ってる人の中でもう申し込んだ人は多分ローソンチケットの会員になってるはずとか、ならないと結局ローソンチケット取られないので、まあ多分なってるので、だからちょっと上の人たち、このローソンプレリクエストよりも上で申し込んだ人たちは多分これも該当するんじゃないかなっていう感じですね。で、そのローソンプレリクエスト二次先行受付が7月2日から7月5日。でも、こうむちゃくちゃもう、1、2、3、4、5、6個あって7個目でやっと一般発売ということで、これが2022年7月9日の10時からということで、まあでもあれですね、これ結局多分ローソンチケット使うのはもう間違いないので、これ応募する方はもうその上のねローソンプレリクエスト受付をやるって今言おうと思ったんですけど、この一般発売までは抽選制なんですよ。なんですけど、この一般発売だけ、7月9日の10時からだけは、これなんと先着順ということで、これやばいね。だからファンクラブにも、ローソン L アンコール会員にもなってない方々の実質的な一般販売は、このローソンプレリクエストの方だったと思うんですよ。まあ抽選制でね。ローソンチケット会員も無料となれるので、そこまでがまあ多分一般的なやつで、この一般発売はもう先着順の7月9日から10時の、もう争奪戦。これやばいね。これちょっとまあ当たり前なのかな。ちょっと僕あんまりこのチケット詳しくなくて、この先着順ってやばって今思ってるんですけど、この7月9日の10時、これやばいね。まあ土曜の10時なのでね、
まあ朝起きればその争奪戦にはチャレンジできるということでね。まあ金曜の夜花金だからってちょっと飲みすぎたりしてたらもう起きた時には遅いですよね。もうこれちょっと怖いね。先着順のため予定枚数になり次第終了となりますということで、うわこれやばいわ。はい、ということでちょっとなんか内容の割にめちゃくちゃ長い動画になったかもしれないんですけども、まとめると20のファンクラブに入ってない方々の一般発売みたいなものも始まりましたよってことですね。このローソン L アンコール先行受付がどんぐらいその枠を確保してもらったのかわかんないんだけど、これで応募する人って多分ほとんどいないから意外とここが穴場なのかもしれない。ちょっとねこれのためだけに1650円っていうのがまたちょっと厳しい人もいっぱいいると思うんですけども、まあ、もしちょっとお金に余裕がある方はねもうこのためだけに入るっていうのもワンチャンありなのかもしれないですねこれ。ということでまだねこのライブに関してはこのグッズだったりスペシャルって部分がカミングスーンになってるので、こちらもまた出たらねこれで動画にしていこうかなと思うので、これぜひぜひ皆さんチャンネル登録していただいて、また一緒にね20を応援できたらなと思います。ということでエンディング、最後までご視聴ありがとうございました。こんな感じでこのチャンネルは20専門チャンネルとして20の情報速報、グッズ開封動画、リアクション動画、他にも視聴者さんから募集した作品を紹介する20作品紹介シリーズ、この部屋を20グッズで飾り付ける20部屋制作シリーズ、20の誕生日の日には誕生日おめでとうライブなどなど20に関するたくさんの動画を上げてますので、ぜひぜひ20の方はチャンネル登録して一緒に20を応援できたらなと思います。ということでまた見てください。ワッピーワッピー。1万人、ガチ嬉しい。